はい、どうも皆さん、こんにちは。道民の山本です。メアカン岳から、約1週間経ったんですけども、僕にとっての、残念なことがね、3つあったので、ちょっとねご報告したいなと思います。1つ目は、メアカン岳後半の最後のおまけの動画を見てもらったらわかると思うんですけど、こちらのレキっていうメーカーのね、トレッキングポール、サーモライト AS っていう、このねトレッキングポールが折れてしまったっていうのを前回おまけで言ったと思うんですけど、1本落としちゃって1本折れてしまったと。でこのレキのいいところは、この下の部分だけを交換してもらえるっていう、下の部分だけを交換して安くね、こう長持ちしてできるっていうストックなんですけど、本当はねそういうレビューをしたかったんですけど、電話をしてね、 とりあえずまず1本手に入れないといけないんで、バラ売りをしてないのか聞いたところ、できないっていうんですよね。はい、バラ売りはしてないということで、結局2本また買わないといけないくなっちゃって、ということは1本直したとしても1本ないから、結局意味がないということですよね。なんでバラ売りしてくれないんですかね。そういう人いないんですかね。ちょっとね納得いかないですね。今後ねバラ売りできるんだったらぜひしてほしいです。で、2点目はですね、こちらの 80D なんですけども、メアカン岳に持ってってまして、ですね、すごいショックなのが壊れてしまったんですよ。でその部分がをちょっと今見せたいと思うんですけど、ここですね、このバッテリーのこの蓋なんですよ。ほらほら、あらー、外れちゃうんですよ。ここ折れちゃって、ほら外れちゃうんですよね。はあ、これほらはまるにはハマって、一応使えるっちゃ使えるんですけど、ここが折れちゃってるんで、一応防滴防塵機能がついている 80D なんですけども、ここがね折れちゃってることによってね、その機能をね果たせないんじゃないかと思ってるんですよね。なんでちょっとねすごいショックです。でもう一点がこちらです。僕がいつもこっそり使ってる三脚なんですけど、なんかねバキバキって音鳴ってたのを思い出してみたらですね、ここ穴開いちゃってたんですよね。もうここなくなっちゃったんですよ。これはもう3年4年経って、もうそろそろ新しいのにしようかなと思ってたんで、まあいいんですけど、このトレッキングポールのねサーモライト AS と 80D がね壊れてしまったことに、どうもねもうショックを隠しきれないですよね。被害総額はもう、考えたくないですね。というご報告でした。はい、また今後もよろしくお願いします。